優秀感同士社製法学校は、1891年9月、同士社によって設立された、政治学、経済学の学校である。経営不振により極めて短期のうちに廃止されたが、今日の同士社大学法学部、経済学部の源流と目されている。同士社英学校の創立者である、新島城は、1888年、同士社大学設立の C を発して、 大学設立に向かったが1890年に死去した。彼の意志を継いだ同志社の人々は将来の総合大学設立を目指し、英学校の姉妹校として、ハリスリ科学校や将来設立されるべき医学校の基礎となる病院を次々に設立したが、その一環として1891年9月に設立されたのが同志社製法学校であり、政治家、 理財科の二学科より構成されていた。創立事務には、ミシガン大学で PhD を取得した小野栄二郎が当たり、初代の教頭研教授に就任した。また政治学、国家学、憲法講義は、浮田和民が担当した。しかし、西方学校が設立された時期は、キリスト教に対する思想的攻撃が強まりを見せ、かつ、東京府下のいわゆる、 五大法律学校を中心に私立法律学校の制度が整備されつつあった時期であった。このため、東京の学校と比べ大きな制度的ディを持ち、キリスト教系団体が経営する西方学校は青年の間では極めて不人気であった。そのため優れた教員を要しながらも経営にとって十分な数の学生を集めることができず、さらに、 新島没後の同志社内部の構想に失望した学生は次々と退学1894年の第一回卒業式以降5年間にわたる卒業生の数はわずかに19名という無残な実績に終わった1897年10月高等学部正法学校に改編され格下げされた正法学校は結局1904年4月 専門学校令に準拠し設立された3年生の同志社専門学校に九州合併されて廃校となった。しかし1912年4月、同志社専門学校に代わり同志社大学が設立されると、ここに設置された政治経済部としてようやく復活を果たした。ありがとうございます。